こんにちは、ムッチンです。そしていつも見てくれてる皆さん、お久しぶりです。去年の年末から2ヶ月間ぐらい動画を投稿できていなかったんですけど、今回ようやく海に潜る機会があったので、今回は魚釣りの動画になります。この日の水温は10度前後だったので、かなり寒かったんですけど、できる限り頑張ってきたので、楽しんで見てもらえると嬉しいです。それでは潜っていきましょう。今年海に入るのはこれで2回目になるんですけど、1回目はですね、いろいろと装備の面でミスってしまって魚を取ることができませんでした。せっかくなのでそのミスもシェアしたいと思うんですけど、まず1つ目が、僕はいつも 3mm のウェットスーツを着てるんですけど、冬用に 5mm のウェットスーツを買ったんですよ。 3mm を着るときは 4kg のウェイトで潜っていたんですけど、 5mm になるとその倍ぐらいのウェイトが必要かなとは思っていたんですが、僕の持ってるウェイトが 5kg までしかなくて、とりあえずそれをつけていったんですよ。これがその時の映像になるんですけど、やっぱり 5mm のウエットスーツに対して 5kg のウエットだと軽すぎてですね、こんな感じですぐ浮き上がってしまいました。なので潜る時はですね、テトラに捕まりながら魚を探すっていう感じで結構きつかったですね。こんな感じでしたね。というわけで今回はですね、3キロ追加して8キロのウエイトをつけて挑戦してきました。8キロだとこんな感じですね。ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、5キロの時よりはだいぶ安定して潜れるようになりました。あともう一つ失敗してしまったのが、ウエットスーツは厚いものを用意していたので大丈夫だったんですけど、問題は手と足でしたね。グローブとシューズは夏と同じものを使用していたので、かなり寒かったです。だいたい15分ぐらい潜ってると感覚がなくなってくる感じでしたね。とりあえず今回はグローブを二重にして潜っています。というわけでですね、寒い時期に潜られる方は防寒対策をしっかりした方がいいと思います。はい、というわけでですね、ここからは魚釣りを楽しんでいきましょう。さっきこの辺にクロダイがいたので、ちょっと探してみようと思います。いなくなっちゃいましたね。というわけで場所を変えてテトラ周辺を探していこうと思います。この日は結構濁りがあって、なかなか魚を探しづらい状況でしたね。いないですね。ちなみに今の段階でですね、もう手の感覚はありません。本当に水温10度って寒いんですよ。ちなみにこれが前回の魚釣りになるんですけど、ウエイトが軽くて潜れない上に手の感覚がないとこんな風になります。ここにですね、クロダイが顔を出して出てきてくれたんですけど、手首の自由が効かなくてですね、こんなイージーショットを外してしまいました。これ実際に外すと本当悔しいんですよ。なので寒い時期の装備って本当に大事だなと思いました。前回潜った時は今みたいにクロダイを何回も見かけたんですけど、今回は全然魚がいませんね。ちなみにさっきからジージー言ってる音は、これは船の音ですね。結構遠くにいるんですけど、海の中だとこんな感じで聞こえます。また場所を移動して、いつもクロダイがいるポイントを探すんですけど、見当たりませんね。
この辺もいつもはイシダイとかキジハタがいるんですけど、寒い時期はあまりいないみたいですね。唯一ここに生き物がいました。これはナマコですかね。小さい頃よく見つけると触っていたんですけど、意外とナマコの体って硬いんですよね。僕は食べたことないんですけど、意外と美味しいらしいです。今日はいつものポイントに全然魚がいなかったので浅瀬に移動してきました。するとここでようやくクロダイを発見しました。ですがすぐ気づかれてしまって逃げられてしまいました。去年よく取ってたイシダイは寄ってきてくれるんですけど、クロダイの場合は警戒心が強いみたいでなかなか寄らせてくれないんですよね。難しいです。寒さも限界になってきたのでそろそろ上がろうかなと思っていたんですけど、上がる直前にですね、運よくあの魚を発見しました。気づかれないようにそーっと後ろに回ります。この中にその魚が隠れているんですけど、皆さんどこにいるか分かりますかね。正解はここです。もう一回見てみましょう。ここに隠れていましたね。ようやく魚をゲットすることができました。もう寒すぎて手の感覚が麻痺してですね、直気が全然取れないんですよね。ようやく取れました。これはカレイですね。去年はヒラメばかり取れていたのでカレイをゲットするのは初めてです。いやー嬉しいですね。このカレイをよく見ると怪我をしているみたいです。この状態で生きてたのかと思うと生命力の強さを感じますね。申し訳ない気もしますが、帰ったらありがたくいただこうと思います。今回は寒くて手の自由が効かないのでこのまま閉めずに上がりたいと思います。はい、というわけで2021年の魚付きはこんな感じでスタートしました。海の状態もだんだん良くなってきているので今年もガンガン潜っていこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。次回はですね、今回ゲットしたカレイを5枚におろしてみたいと思います。初めてのさばき方で結構苦労したんですけど、自分としては思ってたよりはうまくいったんじゃないかなと思います。というわけでですね、次回は今回取れたカレイを頑張ってさばいてみたいと思います。それでは次回もお楽しみに。ではまた。